はい、おはようございます。安水でございます。今現在、午後12時13分ですかね、の札幌の状況です。それでね、僕家出た時は雪降ってなかったんですけど、大通公園に来る間のわずか何分かの間にですね、ちょうどね、雪雲が到着しました。で、今日札幌ね、午後3時以降に本格的な雪が降るっていう予報だったんですけど、札幌はね、藻岩山の方を見るとそれが全く山見えないですよね、今ね。雪雲がね、たった今ね、到着したっていう感じですね。北海道でもですね、札幌はまあ地区によってね、この雪の積雪の状況もだいぶ変わってくるんですけど、岩見沢ですね、岩見沢がね、ものすごいことになってまして、積雪がですね、1メーター近く、はい、1メーターじゃないな、2メーターぐらいかな。加藤さんはすごいですね、はい、2メーターぐらいね、積もってまして、はい、札幌とはね、もう全然環境が違いまして、非常にね、厳しい状況になってますけれども、そうですね、それに控えてね、札幌はこういうふうに、はい、中央区の方は今のところ雪が少ない状況続いてます。いよいよね、ホワイトイルミネーション、がね、現実にね、身を帯びてきましたけれども、はい、まあここね、正直2、3日の寒さっていうのは非常に辛くてですね、とてもじゃないですけど撮影できる雰囲気じゃなかったんですけど、はい、ちょうどね、雪雲と一緒に、はい、大通公園を歩いてるようなね、感じですね。はい、本当ね、それこそ10分か15分ぐらい前はね、雪全然降ってなかったんですけどね、まさに豪雪のね、はい、ちょうど通過の時に、運よくね、タイミングよくその状況をね、このカメラに収めることができたようです。はい、ここもね、雪がね、積もると本当にホワイト、今ね、こういうふうに地面が見えてますけれども、ここもね、雪にすっかり埋まって、すっかり埋まってというか、4、50センチね、積もるともうすっぽりね、雪に覆われる状態になると思うんですけれども、まあそこはね、やっぱりホワイトイルミネーションらしくなってね、楽しみですね。あったかきゃいいんですけどね。はい、今日の札幌はですね、マイナス1度で、まあ、昨日よりはね、全然あったかいですね。昨日がですね、マイナス4度ありまして、はい、ちょっとね、日中からね、マイナス4度だったんで、すごい寒かったんですけど、今日はね、あったかく感じますね。ここまで来るとね、ちょうど、どうでしょうか、少しね、晴れ間で雪が降るのもね、ちょっと多少落ち着いてるんですけど、こっちから向こう側ですね、わかりますでしょうか。悶々とした暗いね、はい、雲でもう雪がじゃんじゃん、はい、これからこっちに迫ってくるっていうね、ちょうど切れ目あたりでしょうかね、今歩いてきたんですけど、はい、ちょうどね、こっから向こう側がね、晴れてますね。大通りのね、2丁目の方に来ましたけれども、はい、ここはね、晴れてますんで、雪がもうね、だいぶもう降らなくなりました。はい、はい、ここもね、昼間見るとね、全然違うと思いますけど、はい、で今日はね、久しぶり、カメラがですね、スマホですね、はい、スマートフォン使ってます。はい、スマートフォンのね、ちょっといじってて気がついたんですけど、今撮ってるのが H265 最高画質って書いてあるんですよね。
まあ、このスマホは何て言いましたっけ、アクオスの楽天モバイルのですから、セッション3って言ったかな。はい。Y モバイルのね、Android 1と全く同じなんですけど、で、Android 1、Y モバイルのね、全く同じ機種の Android 1っていう機種は、この H265 の最高画質で撮りますと、もうガックガクの映像が撮れちゃって、使い物に実はならないんですよ。で、この楽天モバイルの、シャープの、セッション3ですね。使ってるチップも、すべてなんか、調べたんですけど、同じなので、ひょっとしたらね、はい、ガックガクの映像になってるかもしれないんですけど、まあ、ここはね、ちょっとね、テストということで今日、はい、撮影しています。はい、昔ね、ここは花畑牧場ってね、有名なね、お店屋さんがあったんですけど、今はカルテとかそういうところにね、ちょっと変わっちゃいましたね。はい、ちょうどね、いきなりステーキのところですけどね。はい、久しぶりね、ちょっと街の中に今歩いてますけどね、変わらないですね。人の出はどうなんでしょう。まあ普通でしょうかね、今日は。はい、レビス商店さんですね。ランチメニュー280円よりです。大変ね、お安いとこですね。はい、でそっち行くとね、いよいよたぬき工事の方にね向かいます。はいはい、たぬき工事ね、4丁目のところずっと行きますとね、有名な中華料理屋さん、カシュってあるんですけど、はい、見えますかね。ここの中華料理はもう一番、僕札幌市内の中でね、その高級なところは別ですよ。一般的なリーズナブルな中華料理屋さんで、ベストワンだと思います。はい、ここのね、カシューさんすごい美味しいです。はい、でね、アーバンビルがあって、その奥にね、カツ屋さんがありますね。カツ丼食べたいときはね、カツ屋さんがいいかと思います。で、ここがね、ノルベサですね。はい、ノルベサ。一蘭ってラーメン屋さんがあるんですけど、北海道の人はね、ちょっとね、口に合わないラーメンだと思いますね。麺が細くてね、食べ応えないです。スープも正直ちょっとイマイチかな。はい、そしてノルベサのね、ちょうど真向かいに、東京50番さん、以前も紹介しましたけれどもあるんですけれども、正直言いましてね、ここはね、注文してからね、出るのがね、メニューが出るのがね、非常に遅いし、最近ね、行ってないんですよ。まあコロナ禍っていうこともあるんですけど、以前行った時ね、やっぱりね、味がね、昔のね50番さんと全然違うんですよね。はい、なんでしょうか、また高い建物できてますけど、いや、ホテルでないといいんですけどね。今ホテル作ってもね、札幌市内商売なんないですよね。今のね、このたぬき工事の明るさでしたら、お、優秀だな。一応ね、このカメラもマニュアルで 50Hz に、設定できるんですけれども、フリッカーあんまり出てない感じですね。大したもんですね。なかなかね、50Hz にこういう、なんていうかね、アンチョコなカメラの 50Hz 設定ってね、なかなかフリッカー取りきれないこと多いんですけど、どうでしょう。はい、この暗さっていうかね、だとね、フリッカーがね、綺麗にね、取りきれるようですね。ああ、大したもんだな。
これはちょっと驚きました。はい、さあ皆さんもね、師走で大変忙しいこととは思いますけど、いかがお過ごしでしょうか。まあね、コロナとかね、今本当に第3波が、はい、来てもう大変なことになってますけれども、どうかね皆さんもお体に気をつけて、まあね、体調ね整えることがね、美味しいものをいっぱい食べて栄養つけて、あったかくして、はい、あったかくしませんとね、寒いと免疫が、2分の1どころかね、3分の1、4分の1になるそうですので、絶対に体を、冷やさないということがね、あの免疫力をね維持するコツかと思いますんで、寒いところにねお住まいの方、あの十分にね暖を取るようなあったかい格好でねお出かけになるときは体を温めるようにしてください。はい、今日はね、楽天モバイルのアクオスセッション3を、テスト撮影してみました。はい、それではまたねお会いしましょう。さようなら。